こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では、本日発売になりました、ユニクロとセオリーのコラボレーションライン、こちらのですね、レビューをしていきたいなというふうに思っています。えー、今さっきまでですね、ユニクロの店舗に行って、実際にいろんなものを見てきて、試着をしてきたわけなんですが、一番最初にですね、皆さんにお詫びをしたいなと思ってるんですが、今回はですね、僕は何も買いませんでした。 これはですね、本当に申し訳なかったんですが、僕の中ではですね、これが欲しいというものがなかったので、正直に今回ですね、最初にお詫びをしながら、どうして僕の中ではあまりしっくり来なかったのか、このあたりについて、なるべくですね、わかりやすく図解しながらですね、解説をしてみたいなというふうに思っています。ユニクロとですね、セオリーのコラボレーションというのは、結構ですね、頻繁に行われてるんですね。というのも、 セオリーというブランドはユニクロの傘下のブランドになっているので割とコラボレーションなんかを行うことが多いんですけどもまずですねセオリーというブランドについて、まあ、ざっくりとですね押さえておく必要があるかなと思うんですが、まあ、セオリーのデザインとしてはですね結構ベーシックなんですけどもあのサイズ感としては体にフィットしているものでデザイン的にもですねシャープで洗練されているものが多い印象なんですね、まあ、あまり木を照らっているところがないというところではユニクロと世界観は近いかなと思うんですが よりですねフィット感を意識したいだとかあとは素材の質感なんかをですね上質なものを使いながら世界観を構築されているのがですねセオリーの一つのポイントになってくるのかなと思っていますですので通常のユニクロンラインと比べると割と近いところにはあるのかなと思うんですが、まあ、結構セオリーにもですねファンが多いので楽しみしている方が多かったかなと思うんですね まあただですね、商品量としてはそんなに多くなくて、プラス J だとか、ユニクロ U だとか、そういったものと比較するとかなり少ないんですね。で今回は一応こう、今期の中での第2弾のセオリとのコラボレーションということで、いくつか商品が出ていたんですが、その中でもですね、個人的にちょっと注目してたのは、ポケッタブル UV カットパーカーですね。 これはですね、えっと、ユニクロ通常ラインでもやってるアイテムで、僕もですね、以前動画で解説をしたかなと思うんですが、そちらのですね、カラー展開がちょっと面白いなと思いまして、えー、オリーブ色。これがですね、なかなか品のいい仕上がりだったので、これを狙っていたわけなんですけども、 まあ実際に見てみたところですね、色合いすごく綺麗なんですが、やっぱりですね、あの普通のナイロンジャケットに比べるとかなりスポーティーな見た目になっているんですね。かなり薄手ですし、ポケットブルということで本当にちっちゃくなるようなものなので、あのその分ですね、あの待ち着としては ちょっとスポーティーすぎるなというイメージが強くて、オリーブ色にしてもですね、ちょっとこう普段、ワンマイルウェア的にはいいのかもしれないけど、おしゃれ着としてはちょっと頼りないかなと思ってしまったのと、こういったナイロン系のパーカーって僕はですね、そんなたくさんいらないと思っていて、もう一着あれば十分かなと思ってるんですね。まあそうなると、とにかく使い勝手がいいことが大前提になるかなと思うので、色に関してはブラックがやっぱり使いやすいんですね。 そして少し投資をしてもですね、まあいろんな場面で使えた方がいいかなと思うので、僕の中ではアークテリクスのスコーミッシュフーディだとか、あとはノースフェイスのナイロンパーカーだとか、このあたりが一着あれば十分かなと思ってまして、まあそういったものがあれば、これを買わなくても全然回ってしまうかなと思ったので、 今回はですね、ちょっとオリーブの色、よくはあったんですけども、僕は見送りました。まあ、特にですね、ユニクロの通常ラインのモードもですね、そこまで大きく変わるというものではなかったので、ワクワク感、買うところまでは至らなかったかなというところかなと思っています。あとはですね、まあ、代表的なモデルで言うと、エアリズムスリムフィットポロシャツですね。 この辺りもね、あの、よくセオリーはコラボレーションでやるんですけども、僕はあまりグッと来なかったですね。これはもう最初からですね、あまり買う予定はなかったんですが、ポロシャツの中でもフィット感としてはスリムですね。今のトレンドとしては、えっ、ー、と、割とですね、ゆったりめのものが多くなってきてる中で、このスリムフィットというものがですね、そこまでですね、旬な感じがしなかったのと、襟の感じだとか、あとはですね、ボタンがあえて、 この感じが、ね、あんまりこうあの旬な感じがしなかったので個人的にはですねこれは見送りました。ポロシャツってそもそも難しいアイテムでやっぱり着方次第でおじさんっぽく見えがちなのでなかなかですねこの価格帯を下げて買うのが難しいなと思うアイテムなんですね。でですのでまあ ポロシャツ1枚で過ごすときであれば、もうちょっと投資をして、セレクトショップのオリジナルで買うだとか、もう少し工夫をしてもいいかなと思う点だったので、今回こちらのポロシャツも僕は見送りました。でね、いくつか商品があるんですけど、もうぐっとくるものが正直なくて、あとはエアリズムカノコスリムフィット T シャツですね。このあたりもね、ちょっと期待感はあったんですけども、えっと、まあ、 ポケットが付いているというところで、すごく良いかなとは思ったんですね。まあ、ユニクロのエアリズム t シャツというのは去年ですね。散々ご紹介したかなと思うんですね。ユニクロ u のやつがめちゃくちゃ仕上がりが良かったと思うんですね。まあ、これは最初からですね。サイズ感が大きいので、えっと1枚で着ても様になりやすいというところがあったんですけども、これに関してはですね。まあ、どの年代の方が着るかによって正解の形が変わってくるかなと思うんですね。えっとある程度40。 以上の大人の男性であればあまりビッグシルエットに振ってしまうのも若作り感が出てしまって似合わない方も多いかなと思うんですねそういう方にとっては割とスリムフィットの方があの大人っぽく見えやすいかなと思うのでその点ですねこのエアリズムカのコスリムフィット T シャツは割といいのかなと思ったんですね ただ、あのサイズ感としては今っぽいようなややゆったりのものではなくて袖の長さもですねエアリズムの T シャツの方が長く作ってあるので1枚で着てもですねトレンド感が溢れるんですがそういう感じではないんですね割と従来のベーシックなスリムフィットという形のエアリズム T シャツになっているので僕はですね個人的にはあまりグッと来なかったんですね。このポケットがある点はすすごく好きなんですよ ですので、すのユニクロ U のエアリズムにポケットが付いたらもう最高かなと思うんですけどもこれはですね僕は、えっと、一応30代後半ということで、えー、世代的にはねこういったフィット感のあるものを着ても似合いやすいかなとは思うんですけどもあのファッションが好きな人だとですねちょっとこのサイズ感というのが。 あの物足りないというか今っぽさトレンド感というところが漂わないので物足りなさは感じるかなということでえ今回はパスしましたただ先ほどお伝えしたように40代以降の男性であればこれは結構使いやすいかなと思うのでぜひチェックしていただければなというふうに思ってますうんその他にもいくつかあったんですが全体的にですねサイズ感はフィット感があって今っぽさというところは あまり漂わないような雰囲気になっているので僕個人としてはですねあまりしっくりは来なかったというところが正直な感想です、まあ、最近はですねこの辺りのコラボレーション企画というのもかなりバリエーションがあって今回の「セオリー」があって「JW アンダーソン」があって「プラス J」があって「ユニクロ U」があるわけですね。 あとはね、去年なんかはエンジニアドガーメンツがあったりだとか、本当にその時々でコラボレーションの幅も広がったりするので、まあね、その都度にいろんなものを買ってたら、もう服がたくさんなってしまいますし、いくら予算があっても足りないので、そろそろですね、もうシビアに見ていく必要があるかなと思ってるんですね。僕としても、まあいろんなものを実際に買って皆さんにご紹介したいんですけども、本当にこれは買う価値があるよというものだけに絞りたいなと思ったので、 今回はあえて買わないという選択を取りました。ここでちょっとですね、図解をしながら皆さんと一緒にブランドについて解説というか理解を深めていきたいなと思うので、今回初めてですね、ホワイトボードというね、新しいツールを持ってきました。なんともアナログなツールなんですけども、これをちょっと見ながら解説をしたいなと思うんですけども、まあ、あのこれはですね、まあ 軸がですね、縦と横でありまして、いろんなブランドが並んでいる形になるんですね。まあ、身近なブランドが多いかなと思います。まず横軸を見ていきたいんですけど、これは左側、こっち側見てもらうと、定番って書いてありますね。定番で、右の方にトレンドと書いてあるんですが、ブランドのですね、定番寄りなのか、トレンド寄りなのかという一つの軸が横になってまして、えっと、一方で縦に関しては年齢ですね。 えっと、上になると大人と書いてあって、えー、下の方にですね、若いと書いてありますね。まあ、どれぐらいの年齢層にえ特化したブランドなのかというところの、まあ、一つの軸かなというふうに思っています。あくまでこれはですね、僕の,あの中での考え方というか、一つの基準で並べてあるわけなんですが、まずはですね、えっと、今回、主題になっているユニクロですね。ユニクロ、ここにあります。 定番かトレンドかで言ったらユニクロの、まあ、通常ラインに関してはやっぱり定番よりなんですね、はいでまあ、定番でも、まあ、土定番というよりは少しだけ、えー、とトレンドの方向に寄っていますでユニクロよりもさらにですね定番のデザインとなっているのが無印良品という立ち位置なんですねでユニクロは定番的なものを得意としてたんですが最近は、えー、通常のユニクロのラインに関してもややですね、えー、とトレンド感が 漂う,う漂うようなフィット感になってきてるんですねややゆったりみたいなところも増えてきてるので無重視よりりは少しトレンド寄りにななっってるかなと思っているかと思ますそして年齢層に関しては割と中間ですねあの若くもなくて大人っぽくもないというか、まあ、ある意味でそこ全体を え、カバーできるような幅広さがユニクロにはあるので、まあ、ライフウェアなんて呼ばれたりもしますよね。その点ですね、一応こう真ん中に位置してるんですけども、えー、点線でですね、大人から若い方まで対応できるような位置づけになっていますという形ですね。で、もう一つ、ユニクロの兄弟ブランドである GU ですね。これはですね、結構トレンドの方向に振っているのが特徴で、 え、定番トレンドだったらトレンド寄りになっていまして、年齢層もですね、大人よりは本当にこう、10代、20代の方に向けている感じがあるので、このあたりに属しています。ただ、GU といっても、そこまでトレンド感、バリバリという感じよりは、定番的なものもあったりするので、まあ、このあたりに位置しています。まあ、点線で言うと、このあたりぐらいまで来るのかなっていうのが GU かなと思ってまして、H、H&M とか、そういった感じになってくると、もう少しトレンド寄りで、若い方も着るようなイメージになってますと。 いう感じですねあと同じくファストファッションだとザラですねザラだともう少しですね年齢層としてはやや、えー、若いんですけども GUH&M よりは少し大人っぽくなって、えー、とデザインに関してもトレンド感のある方なんですけどもその中でもベーシックなものもあるかなという僕の中での見解ですねで今回見てもらいたいのがユニクロのコラボレーションラインなんですけども、まあ、通常のユニクロがここにあって で,で、えー、とユニクロ U だとかプラス J だとか、えー、とセオリーだとかねその辺りも位置づけしてあるんですけどもまずユニクロ U に関しては、まあ、年齢層に関してはですね、うんとまあ、やや若いところに位置づけをしています結構大人の男性でも着れるようなベーシックなものなのでここはね結構点線でこの辺りまで来るかなと思うんですがトレンド感も やや、えー、と強めになっているんですけども、バリバリトレンド感が漂ってるわけではないので、えー、とデザイナーとのコラボレーションラインの中でも、えー、とそこまで行き過ぎてないっていうのがユニクロ U かなと思います。うん、もしね、H&M とかが組むとしたら、もっとトレンド感の強いデザイナーと組んだりするので、デザイナーコラボでもそこまで行き過ぎてないのがユニクロ U。あと、プラス J に関しては、もう少し大人っぽい感じに僕は位置づけをしてるんですね。 で、トレンド感もですね、ユニクロ U よりもやや落ち着いているものが多いかなという印象で位置づけをしています。このあたりはね、結構近いと思ってるんですね。ユニクロ U とプラスでそこまでね、えっ、ー、と、立ち位置は遠くないかなとは思ってるんですが、まあ大体このあたりに位置づけをしています。で、今回ですね、主題となっている、えっ、ー、と、ユニクロとセオリーのコラボレーションですね。まあこれ一応ユニクロとセオリーのコラボレーションラインのことを指してるんですが、これはですね、デザイン的には僕はですね、 まあ割とと定番寄りかなと思ってるんですね、まあ、サイズ感も含めてそこまで飛んだものはないので定番寄りに位置づけをしています。で年齢層もセオリーになってくるとえ若い方というよりは割と大人の男性に向けてるものも多いかなと思うのでこの辺りなんですね。でよく見ていただくと結構ユニクロの通常ラインとセオリーってその立ち位置的には近いんですよね。ですのであの結構今回の商品を見てみても あのこれユニクロでも置いてありそうだな通常のアイテムでも置いてありそうだなっていうものが少なくなかったんですね一方でこの辺りのプラス J あとはユニクロ U あと JW アンダーソンなんかもまあ割とこっちの方に来るかなと思うんですけどもその辺りだと通常のユニクロと振り幅があってだいぶ新鮮な感じがするんですねですのでそういったものが発売された時のワクワク感っていうのはやっぱりこの辺りの方が強いんですよ一方で えっと、セオリーのコラボレーションは割とこう普段と変わらないので、使えそうなんだけど、別になくてもいいやって感じになっちゃうんですよね。ですので、えっ、ー、と、第1弾の方でも、えっ、ー、と、感動パンツの、あのー、ちょっとリラックス感になるような腰ゴム入ってるようなものもあったんですけども、いいんだけど、スマートアンクルパンツでいいんじゃないかなっていう感じになってしまって、僕は買わなかったんですね。 そこがね、今回僕の中ではまらなかった一つの要因かなというふうに思っています。まあ、ファッションってあの同じようなラインでまとめるのもいいと思うんですね。ユニコロとか無印とかねまとめるのもいいかもしれないんですが、それだけじゃなくて、たまにはこう、全然違った感じも楽しむという振り幅があった方が面白いなと思っていて、その点今回はあまり振り幅が出せなかったというところで、えワクワク感もその点出なかったのかなというのが僕の中の見解です。 ということで、まあちょっと図解をしてみたわけなんですけども、えっ、ー、と、こういった感じで見てもらうと、今回僕が買わなかった理由っていうのが、僕の中でもちょっとこう、腑に落ちるかなというふうに感じています。はい。まあこのようなね、図はこれからも使っていきたいなと思ってまして、今回はですね、比較的価格帯が買いやすいものを並べてありますが、えー、もうちょっと高いブランドだとどうなのかとか、あとはセレクトショップの中でも、こういったね、あの、軸を 儲けながら見てまあとはいってもですねセオリとのコラボレーションラインの使いやすいものも多いと思います特に大人の男性であればハマ、えっと、るかもしれないですね40代以降の方でそういう世代でベーシックが好きな方であればむしろユニクロ U だとかプラス J よりは 使い勝手がいいと思います。そこまでですね、サイズ感もビッグシュレットにしてないので、そこは適正があるかなと思うんですが、僕個人ではあまりハマらなかったというところも含めてお伝えしながら、まあ冷静に買い物をしていくのがいいかなと思ってます。通常のユニコーラインでも十分いいものはたくさんあるかなと思うので、焦らずに、もし見てですね、すごくグッとくるものがあったら買うぐらいでいいのかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回はユニクロとセオリーのコラボレーションラインについて、僕なりのですね、買わなかった理由に関して、初のホワイトボードを使いながら解説をさせていただきました。一つを参考にしていただければ嬉しいです。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか 限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山のメンンバーシップチャンネル